突然竜のゆりかごの中で佐野は暴れ出し、佐野は一人出雲に降りていった。タケルたちが出雲にたどり着くと同時に襲いかかる桐生と櫛名だ。天摘みの邪悪な心に染まった玉の王に乗り込んだカオンは苦闘の末にこれを操り、風の王とともにタケルたちの危機を救う。その頃黄泉の国でヤマタノオロチの心を与えられようとした王の前、佐野が姿を現したのだった。黄泉の国の佐野、タケルめ、むざむざ死にに来たか。違う、タケルではない。つくよみ、なるほど、貴様が操っているのか。遠隔操縦のスサノオで外王と力比べだと？肩払いたい！スサノオ！パイロットなしの魔人などその程度だ！兄さん！あれだ、音。兄さん、私の知ってる兄さんはもういない。だから、だから兄さんを殺して私も死ぬ。一体どこまで潜りゃいいんだよ。落ち着くんじゃタケル。スサノオの心を取り戻せるか否か、今度の戦いはお前にとって最後の試練となるじゃろ。じいさん。兄さん、兄さん。今のお前の力で俺に歯向かうことなどかなわぬ。だから力を授けてやろうというのだ。俺にも、ヤマトタケルにも匹敵する力をな。サノ！100万年前の神に儀式を邪魔されるとはな。今しばらく邪悪の炎の成長を待たねばならぬ。今度こそお前にオロチの御霊を与える。その時お前はこの兄に感謝するはず。案ずることはない。己の運命を受け入れるのだ。タケル、助けて。
あ、何やってんだ早見か。おとねだ、おとねの匂いがする。あ、おとちゃん、おとちゃん、おとちゃん。おとがどうかしたのか。タケル、あれを見て。おとちゃん、おとちゃん。死んでるの？いや、かなり弱ってるけど、まだ息はあるみたい。音の首飾り、やっぱり音はこの穴のどこかにいるんだ。でもなんで恐竜が音姉のペンダントを？一体どこから来たんだろう。黄泉の国じゃ。出雲の影、あらゆる邪悪が渦巻く闇の世界。黄泉の国？ああ、何なの？うわあ、なんだなんだ。ゲリオネ、違うぞタケル、俺っちは何もいじっちゃいねえ。はあ、うん、どうしよう。どうなってんだじいさん。海と黄泉の狭間、社会味じゃ。ここから先はわしらが足を踏み入れられぬ世界。いや、ここを通らずして黄泉の国へは行けん。それまで俺たちの体が持つのかよ。おとね、行ってやるぜ。行ってみせる。出雲の世界は争いもなければ病気もない平和な星じゃった。じゃがオロチの抜け殻ができたことによって地上への道が開かれ、怒りや憎しみ、嫉妬や差別、一切の最悪が黄泉の国から飛び出し、たちまちのうちに世界に広まったと言われておる。ここは生ける者の来るところではない。あかん、タケルカオン、あ、おら、待ち上がれ。畜生、どこに隠れやがった。ありゃ絶対三日月の手下に違いねえぜ。引き返そうタケル。え、僕ら誘い込まれたのかも。タケル、あ、こんやろ。タケル、なりゃ、遅いなあタケルたち。何かあったのかな。こんな世界だもの、何が起きたって不思議じゃない。よくこんなとこで寝れるなあ。おとちゃん、いくら待とうがタケルたちは戻ってこない。ようこそ黄泉の国。ああ、三日月。やい三日月、おとねを返せ。ふん、おとか、合わせてやらぬでもない。本当か。お前たちには生贄になってもらう。あ、
邪悪の炎に捧げる命は大いに越したことはないからな。なんだもううるさいの。マホロバ様。あ？マホ？間に音は。誰かが来ている。生贄って言ってたけど僕たち食べられちゃうのかな。おとねえに会うまでは諦めないもん。そうじゃ、あったぞい。お金ですか。地獄の沙汰も金次第じゃ。あら、これで邪悪の炎への生贄は揃った。奴らの血を吸って炎は成長する。音よ、お前への儀式を再開できるのだ。貴様たちの恐怖と苦痛によって邪悪の炎はさらに燃え上がるのだ。やっやっやっ、逃げる逃げる逃げる。タケル、なんだと。ここまでだ、ヤマトタケル。今度ばかりは貴様に邪魔はさせぬ。貴様、武器を捨ててもらおうか。騙されるな。奴には音は殺せねえ。音が必要なんだ。試してみるか。本気だ。いけないわタケル。私は死んでも構わない。あなたの敵になるぐらいならお願いタケル。俺の敵、捨てろ。魔法。まさかのマガタマもだ。
同じ過ちを繰り返したな、ヤマトタケル。仲間の命と引き換えにあの時もお前は天の白鳥を逃した。何が愛だ、優しさだ。貴様のような男にこの剣を持つ資格はない。これは三つの宝が共鳴しておる。
懐かしい夕暮れは切ない香り、窓越しに揺れている優しい光、帰っておいで、迷わぬように一人きりで泣かないで、帰り道さえ忘れかけた遠いふるさとへ、ヤマタノオロチの魂を得た音は俺の説得にも心を動かさない。そんな時、スタノーは100万年前にやり残した出雲の破壊を実行しようと、俺を乗せたまま星の魂の中に入っていったんだ。スタノー、やめるんだ。次回、ヤマトタケル最後の試練、絶対見てくれよ。